南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の27ページ、御所の27ページの後ろから6行目、後ろから6行目ね。また曰く我昔を思うにというところから次のページの3行目まで、一緒に読みます。はい、27ページの後ろから6行目ね。はい、立正安国論にのたまわく、またいわく我昔を思うに、演武台において大国の王となれり、なおせんよと言いき、大乗経典を愛念し敬重し、その心純然に粗悪失倫あることなし、善難し我その時において心に大乗を重んず、バラモンの法灯を誹謗するを聞き、聞き終わって即時にその妙根を断ず、善難しこの因縁をもってこれより以来地獄に出せずと、またいわく如来昔国王となりて菩薩の道を行ぜし時、束縛のバラモンの命を断絶すと、またいわく殺に密あり、いわゆる下中上なり、下とは義しないし、一切の畜生なり、ただ菩薩の次元性のものを除く、下殺の因縁をもって地獄畜生ガキに出して、つぶさに下の句を浮く、何をもってのゆえにこのもろもろの畜生に未然根あり、このゆえに殺す者はつぶさに財宝を置く、中殺とは凡夫の人より穴言に至るまで、これを名付けて中となす、この強引をもって地獄畜生ガキに出してつぶさに中の句を浮く、上殺とは父母ないし荒寛薬師仏出場の菩薩なり、阿弥大地獄の中に出す善男子、もしよく一千代を殺すことあらん者は、すなわちこの三種の殺の中に出せず、善男子かのもろもろのバラモン等は一切皆これ一千代なり以上。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
本日は本年最初の1月度13日のですね、1月度の初めての日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆さん方もすがすがしい気持ちで寒さの中ご参詣をいただき、誠に尊いことと存ずる次第であります。はじめに連絡とお願いですけれども、年末の挨拶でも申し上げましたけれども、生活の悩み事とか新人の疑問点とか不信点とか、自分で思い込んでいることとか、ぜひ遠慮なくですね、私の方へ話していただきたいというお願いであります。仏法には気根という言葉があります。皆さん方一人一人全員仏法に縁をしたきっかけ、仏法に対する考え方、親から受けたこの信仰におけるところのしつけ、宗教全般に対して一人一人どういう考えを持たれているのか、創価学会の減税利益の指導が自分の心から抜けているのか、抜けていないで創価学会の時に教えられたままの減税利益の創価学会を脱会して30年40年経つのに、何もその新人っていうものの目的観や価値観が変わっていないのか、どういう生い立ちなのか、家の信仰は何だったのか、多宗でも熱心だったのか熱心ではなかったのか、親子兄弟夫婦の関係はどうなっているのか、いさかいがあるのか仲がいいのか、同じ信仰なのかそうでないのか、自分の性格として多勢に無勢でも正義感が強くそれを貫く心を持っているのか、大勢の意思に流されていくのか、どういう入信の仕方をしたのか、今までの信仰の流れ経験、どういうことに今悩んでいるのか、どういうことに後悔しているのか、人に対する怒りを抱き続けてそれを生きるエネルギーや信仰のエネルギーにしているのか、家族の反対の中で一人信仰しているのか、家族の怠け信心の中で一人信心をしているのか、家族の代表で信心係のように一人信心をしているのか、こういうことを知った上で皆さん方の心に届く法の伝え方をしなければ、お互いに心を開いて信心の心を次の段階へ進めていかなければ、皆さん方自身が子供や孫、縁する人々に法を伝えていくということができなくなってしまいます。参詣の後に残って今自分が置かれている状態、今自分がこういうことで悩んでいるということをよく話してもらいたいというふうに思います。もちろんお参りの後でなく、また別個に連絡を取ってお寺に来ていただいて話をしてもらうということも必要なことだと思います。即座に答えをまた正解を出すということはできないかもしれませんけれども、一緒に悩み一緒に考えることはできます。いつでも心を開いて自分が今どういう状態にあるのかということを話していただきたいというふうに思います。そしていつも皆さん方にお願いをすることですけれども、自分が基本的にですね、自分が南無法蓮華経と唱えている南無法蓮華経の法というものが何なのか、自分が唱えているお経はどういうことが書いてあるのかということは、やはり自分自身の言葉で人に伝えられるだけのそういう力というものを
常に目指して持っていていただきたいというふうに思うわけであります。それから1月の1日にですね、藤井千佳子さんが90歳で、お亡くなりに、なられました。で、家族葬で行うということで、遺族の意向でしたので、皆さん方に、お伝えをするということが遅くなりました。ご冥福を祈り、お互いに御業の折に追善供養のご祈念をしてあげていただきたいというふうに思います。さて、それでは立正安国論のですね、お話に入っていきますが、昨日ウシトラ権現の時にね、ここの通りの電信柱をですね、電信柱っていうのは最近初めて知ったんですけど、30年か40年が耐用年数で、それを過ぎると取り替えていくらしいんですよね。ちょうどここを取り替える時期になってですね、3時10分に、停電になりますと。ですね、3時10分じゃ権現してる時ですからね、懐中電灯用意しておいてね、それで権現してたらブチって本当に言った通り切れるんだと思って切れたんですけどもね、それでどうするのかなと思って終わった後見ましたら、一本の電信柱にゴンドラ2台で4人でその電線のこの切り替えをこのしてるんですよね。すごいな。もうヘッドライトのこのこう手元をこの照らすヘッドライトをつけてね、すごい寒いくて風もあってね、真夜中でね、まあ、交通規制してるんですけども、考えたら冬しか電信柱の取り替えできませんよね。夏冷蔵庫も全部その時間切れますからね、 2,3 時間。ああそういうことなんだと思って、一番交通量のない真夜中にするしかないわけですよね。いやーすごいことだなと思ってね、それ一本じゃなくてずっとこの並び、ずっとその向こうの電信柱にも4人、こっちの電信柱にも4人っていうふうにこうやっていくわけですよね。すごいなと思って、まあこれじゃあ少々電気代高くても、原発の稼働は困るけど少々電気代高くてもしょうがないなと思ったんですけど、本当にああいう人たちのいるおかげで自分たちが生活することができるんだなと思ってですね、本当に大変なことだなと思って、改めてですね、真夜中にやるとしても牛虎の時じゃなかったらじっと見てるなんてことありませんからねそんな暇なことありませんから、たまたまそういう時間だったもんで、見たんですけども、本当に大変なこの仕事が、まあ、もちろん電気工事の人だけじゃなくていろんな大変な仕事をされている方がいっぱいいるわけですけども、本当に自分たちが知らない人たちのおかげで生活が支えられてんだなと、全部の人たちの命がつながってるっていうのは本当のことだ、本当にそうなんだなということをこの改めてですね、感じました。全然いらんことですけども、さてそれではその立正安国論のですね、お話に入っていきますけれども、前回のところでは前のところのですね、今読んだところの前のところの鍛冶屋さんの息子の純田という人がお釈迦さんの説法を聞いてですね、感動して釈尊を自分の家にこの招待をしてですね、食事を供養したいと、で家族にも釈尊の話を聞かせて自分もまだ尋ねたいことがあるということで、このお釈迦さんをこの自分の家にこの招いたわけですよね。そこの主人でも何でもない子供なのに、そのぜひうちに来てくれっていうふうにお釈迦さんに頼んで、その来てもらったわけですね。
でそこで、食事をしているこの数時間の間に純太はお釈迦さんに一切衆生の中でなぜ方々のものは成仏できないのかということと釈尊にその数時間の間にそのとことんこの質問をこのするわけなんですね。釈尊はこの日の次の日に突然亡くなりますので、釈尊が亡くなるこの前日の数時間の法を求める純太の姿によって出家もしていない何十年も修行もしていない初心の純太が仏になったという純粋な信ずる心の大切さ、またこの法というものを求める大切さと方々限界の厳しさというものをこの純太のこの成仏ということを通してこの示されているんだということをこの前回のところでお話を申し上げたわけであります。でそれでは今日は最初に皆さん方と読んだところ、最初はですね、また曰く我昔を思うに演武台において大国の王となれりなお専与と言いき大乗経典を愛念し敬重しその心純然に粗悪失倫あることなし善難し我その時において心に大乗を重んずバラモンの法灯を誹謗するを聞き終わって即時にその妙根を断ず善難しこの因縁をもってこれより以来地獄に出せずというところまでですけども、その2行目のところの粗悪失倫というのは粗っていうのはバラバラで荒いということ、粗悪品の粗っていう字と同じ意味共通する意味であります。それから倫はケチケチ物惜しみをするということですね。粗悪で、バラバラで質が悪くて妬んでそれで、ケチケチをする、そういうような個人的な感情でもってこの信仰者として生きていた人じゃないんだということを粗悪失倫あることなしというふうにこのちょっと普段私たちが使わない言葉ですけれども、そういうふうにこの表現をしているわけなんですね。でこの最初のところのまた曰くっていうこのお経は前回のところと同じで涅槃経の大衆諸門本というこのお経の中で専与というのは専与国王といって釈尊の過去世の姿で専与国王が専与国の王様ということで専与国王ということなんですけども、この専与国王が大乗経典の熱心な信仰者だった時に直接仏教を教えてくれる人が周りにいないので、仏教以前のバラモンの修行者にいろいろな教えを王宮に来てもらって説いてもらっていたわけであります。しかしどう考えても私たちで言えば世間の人たちは真言宗も禅宗も念仏宗も同じ仏教で仏教というものはみんな同じようなもんだろうと考えていますけれども、中心とする信ずる教えが違うわけですから、全く真言宗禅宗念仏宗日蓮正宗というものは全部この違ってしまっていると、内容が違うということを私たちは分かるんですけれども、世間の人々にはなかなか分からない。だからこの専用国王がやったことは日蓮正宗の私たち信仰者が真言宗の坊さんに教えを聞くようなそういうこのトンチンカンなその行動だということがよくわかるわけなんですけれども、専用国王は何としても新人修行の話っていうものをこのしてくれる人から聞きたいというふうにこの思ってそういうことをこのしてしまったわけなんですね。で専用国王は
仏教のことを知らないと思うばかりに、仏教以前のバラモンの行者を次々に王宮に呼んで話を聞いて、バラモンの修行者の口から仏教の最終的目的である成仏の話が、この経典には500人のバラモンって書いてあるんですけれども、500人次々に呼んでも全くこの仏になるというその結論付けた話っていうものが、バラモンの教えっていうものからこの聞かれないということなんですね。でそれはそうですよね。バラモンはこの針の上に座ったり、体に針を通したり、断食をしたり、またずっと何十年も一言も喋らない修行をしたりっていうふうに荒行をすることによって超能力を得ることができる、超能力を得るということが悟りの境地だっていうのがバラモンの教えですから、ですから成仏をするなんていうようなことはバラモンの教えの中には全くないし、修行している人たちも成仏なんていうことは全く頭から考えていないということなんですね。だけどこの専用国王は、この修行をしている人たちっていうものの最終目的っていうものと、仏教で説くところの成仏という最終目的っていうものはきっと同じだろうなというふうに自分の頭の中で思い描いて、次々500人ものこのバラモンに次々に来てもらって、次々と話を説いてもらうんだけれども、全く成仏という話がこの出てこないと。で専用国王はですね、もうしびれを切らしてですね、なぜ仏教で説く成仏をあなた方の教え、またあなた方は目指さないのか、どれほど厳しいバラモンの修行をして超能力を得たとしても、仏となり命の根本、世の中の根本となる法を悟らなければ仏になれないという成仏を目指す修行でなければいけないのではないですか、というふうにこのバラモンに訴えるわけなんです。するとバラモン、今まで呼んだ500人一人残らず全員が仏教を小馬鹿にして、バラモンの修行の方が優れているんだ、何が成仏だと仏教を軽蔑したのであります。専用国王は何十年にもわたって500人のバラモンを招き供養し、教えを聞いてきて、今まで遠慮して今まで質問をしないで、これだけの年数が経ってしまった自分の愚かさと、成仏を軽蔑するバラモンの増上慢の姿を知った怒りで、専用国王は500人のバラモンを即座に皆殺しにしてしまうわけであります。このバラモンを殺すということは、低俗な成仏できない間違った教えをこの世の中からなくしたい、こんな教えを放っておけば多くの世の中の人々が自分と同じように迷うだけだと専用国王は考えて、その500人のバラモンを殺したのであります。しかし殺すということは、その人がいなくなってしまうわけですから、その人を救うということはできなくなってしまいます。世の中にあるいじめも軽蔑も差別も暴力も、また先輩後輩の物差しで先輩は絶対に正しいとする年功序列も、殺すということとみんな同じことで、そこでつながっています。相手にも仏の命が備わっているのに、排除したり殺したりすれば相手を救うという仏教の教えではなくなってしまうのであります。ですから専用国王はその罪によって一度地獄に落ちるのであります。いくらその罪によって一遍地獄に落ちて、いくら
仏の専用国王は仏の過去の姿ですから、ですからその中身はこのお釈迦さんと一緒ということですよね。いくら仏の過去世の姿だといってもお釈迦さんも地獄に落ちた経験があるということをこの表現しているということになります。しかももう一方で成仏できない間違ったバラモンのこの教えを説くバラモン500人を殺した功徳によって地獄に落ちた後に甘露子如来世界というこの世界に生まれて、二度と絶対に地獄に落ちることのない命をこの専用国王は得たということがその経文の中に、涅槃経の中に説かれているわけであります。こんな話をすると、間違った信仰をする者を殺しても功徳になるんだと、殺した方が成仏できるというふうにこの考えられてしまう人がいるかも分かりませんけども、これはあくまでも法華経が説かれる前の二禅経の中の話であります。華厳阿厳法と、このお経がこの何段階にもこう説かれていくんですけど、華厳阿厳法とという3段階目のこの説法をこのしている時にこういう話がこの説かれているんだということですから、法華経よりもはるかにこの低いこの教えの段階でこのことがこの説かれているということになります。つまり法華経以前の教えは、悪い心、迷いの心を自分の心の中でなくせば、またこの世の中からそういう心をなくせば、いい心、仏の心だけが残って成仏できるという教えが法華経以前の教えであります。ですから法華経の十戒五愚の成仏、地獄ガキ畜生修羅の命を抱えたまま、地獄の命の中にも仏戒があり、仏戒の中にも地獄の命があるという、本当の私たちの心というものに沿った教えではなかったのであります。ですからこの世の中から悪い人間を殺してでもなくせば、その人間には功徳があるということをこの平気で法華経以前の教えですからこの説かれているということが言えるわけであります。2月の3日にですね、この節分会をして、その時にこの豆まきをしますけれども、日蓮召集ではいつも皆さん方に申し上げるように、鬼は外という言葉は言いません。福は内だけをこの声にします。声にします。つまり鬼という地獄ガキ畜生の命というものだけを外に出すということはできない。自分の命というものから取り外してそれだけをなくすということはできないんだと。福は内という仏の命というものが自分の命に、地獄ガキ畜生の命と一緒に備わっていると。だから自分がこの地獄ガキ畜生の命を仏の命で包み込んで生きていかなきゃいけないということが、鬼は外を言わないで福は内を、福は内だけを言うということの日蓮召集の昔からのこの風習というものをずっとこの続けているわけなんですね。でこれは法華経の十戒五愚の成仏、地獄界から仏界に至るまでの十戒の命、どれも取り外しできない、どれもこのなくすことができない、そういう命っていうものを持ったまんま仏になることができるという教えがこの南無法蓮華経の教えなんだということを、この節分の姿というものは表しているということが言えるわけなんですね。この立正安国論の宛先は西明寺入道、時の権力者の黒幕で国を一番に動かしている北条時頼であります。力ずくで権力のため、政敵として邪魔となるものを
殺して天下人になった人間であります。その北条時頼は宗教に対しては禅宗の熱心な信仰者でありながら、念仏宗も真言宗もバランスよく手なずけて言うことを聞かせる政策をとっていたのであります。そのことに対して日蓮大聖人様は幕府の二股三股の信仰の間違いを正面から言うわけでありますから、幕府は日蓮大聖人を殺したいほど憎んでいる。日蓮大聖人は殺すのは政敵である武士でなく間違った法を説いている僧侶だと、真言宗禅宗念仏宗の同じ殺すんだったならば本当に間違っている僧侶を殺すべきがあなたの責任なんだということ、そのことをこの涅槃経を引いて述べているのであります。この涅槃経を引用すれば日蓮は真言宗禅宗念仏宗の僧侶を殺しても罪にならず功徳になると言っていると世の中の反感を買うことを日蓮大聖人様は承知の上で多くの人々に考えてもらいたいとあえて立正安国論の中にこのことを示されているわけなんです。殺すっていうことは一番にそのことをしなきゃいけないのは何なのかと、殺すことが商売の武士であるならば政敵を殺して自分が権力者の座につくということを目的にした人殺しではなくして、本当に間違った教えを世の中に広めている人間を殺してこそ世の中の本当の平和というものが得られるということを考え直さなきゃいけないということを大聖人はおっしゃってるわけなんです。ですね。その次にその後のところ、また曰く、如来昔国王となって菩薩の道を行ぜしとき、束縛のバラモンの命を断絶すと、また曰く、殺に密あり、いわゆる下中上なり、下とは義士ないし一切の畜生なり、ただ菩薩の次元性のものを除く、下殺の因縁をもって地獄畜生をガキに出してつぶさに下の句を置く、何をもってのゆえにこの諸々の畜生に備前言あり、このゆえに殺す者はつぶさに財宝を置く、中殺とはボンブの人よりアナゴンに至るまで、これを名付けて中となす、この強引をもって地獄畜生ガキに出してつぶさに中の句を置く、上殺とは父母ないし荒漢百種仏出場の菩薩なり、阿鼻大地獄の中に出す、善男子もしよく一千代を殺すことあらん者はすなわちこの三種の殺の中に出せず、善男子かの諸々のバラモン等は一切皆これ一千代なり以上というふうにあって、最初のところの如来昔国王となりて菩薩の道を行絶しとき束縛のバラモンの命を断絶すというのは、括弧のところはですね、やはり涅槃経の梵行本という前の涅槃経とは違うところに書かれているお経なんですけれども、教えなんですけれども、同じ専用国王のことをこの書いているところであります。でこの涅槃経の梵行本では釈尊が迦叶菩薩に向かって極悪一七、極愛一七極愛一七っていうふうにこの言いますけれども、この極愛一七っていうことをこの教えの中にこの説かれてですね、どういう意味かというと、全ての衆生に対して自分のたった一人の子供のように慈しむ心を私は持ってるんだということを、この極愛一致しというふうに一致しというふうにこの表現してこのいるわけなんですね。
自分の本当に一人っ子、自分のたった一人の子供と一切衆生のに対する愛する気持ちっていうものは私は一緒だと、私の心に持っているそういう思いというものは同じだということをこの表現してこのいるわけなんですね。どんだけ一切衆生が何千人何万人いたとしても自分の子供の方が可愛いというようなそういう思いというものはないんだというふうにこの説法したわけなんです。そうするとお釈迦さんのこの皇帝の中にこの迦葉という人が、この十大弟子の中に迦葉という人がいるんですけど、その迦葉が釈尊に向かってそれはおかしいというふうにこの説法の中で反論をするわけなんですね。もう正面からこのお釈迦さんに向かってあなたの言っていることはおかしい、矛盾しているというふうにこの言うわけなんです。それには3つ理由があって、まず第一にあなたは過去世において専用国王だった時にバラモンを殺したじゃないかと、なぜ自分の子供を殺せる親がいるだろうか、あなたはバラモンを殺したことがあると。第二に現在法華経を説いている時代において弟子の台場だったに五逆罪を犯させたじゃないかと、あなたが仏であれば五逆罪を犯す前に導けたはずだと、それをあなたは犯させたね。それが第二。第三に十大弟子の中の一人スボダイが、釈尊は一切衆生が自分のたった一人の子供のように慈しむ心は平等であるというふうに言っているけれども、私が今まで見てきた限り仏は一切の衆生に対して平等ではないというふうに、平等ではなかったというふうにこの言うわけなんです。だけどこれにはお釈迦さんもちゃんと他のところでちゃんと説法してるんですね。元気な子供と病気の子供がいたときに元気な子供にも病気な子供にも平等の親がいるだろうか、病気の子供に手厚くするということが本当の平等じゃないかということをお釈迦さんは説明してるんですね。平等であったならば不平等になっちゃうんだと、不平等にしなければ平等にならないということが世の中にはあるんだということをお釈迦さんはちゃんと説明してるんですけども、だけどここでまたぶり返してこの3つ目の質問にこの出てきたっていうことなんです。この3つの質問に対してお釈迦さんはこの涅槃経の梵行本の中でですね、愛するがゆえにそれ以上その子供に悪事をさせないために殺したんだとね、これ以上この子供を子供として野放しにしておけばもっとこの子供に罪をこの重ねさせることになってしまう。今のようなこのなんていうんですかね、昔は存続殺人っていうのがありましたよね。同じ殺人でも親を殺したり子供を殺したりする罪は他人を殺す罪よりも重いっていうのがあったんですけども、いつの間にか法律も親を殺すことも他人を殺すことも平等であるっていう法律になってしまっているんですけども、私たちの心情的には他人を殺すよりも親を殺すっていうことの方が罪が重いなっていう感情は未だに私たちの心の中にも残ってますよね。それは自分を産んで育ててくれた親を殺すっていうことと見知らぬ誰でもよかったっていう他人を殺すっていうことではその重みっていうものが違うっていうことをみんな考えてるから、法律で定めていることと私たちが心で思っていることにはだいぶギャップがこのあるということがありますよね。だからお釈迦さんの時代っていうのは存続殺人っていうものが重い罪だということがはっきりとこの歌われている時代だったということなんですね。だから愛するがゆえにそれ以上愛する子供に悪事をさせないためにその子供を殺す。例えば父母が子供が他人を殺したり他人の財産を盗むという法を犯したときに
強く注意し、治らなければ親は泣いて可愛い我が子を殺すだろうと。だから警察も裁判所もなかった時代のことですよね。だから他に裁いてくれる人がいないときには親がその子供を裁かなきゃいけないじゃないかということを言ってるわけですね。だから他人のこの他人の誤りをいさめるのと平等に自分の子供も同じようにいさめなきゃいけないんだと。この人を殺したことが自分が死刑になるっていう罪に値するということが世の中の常識だったならば、子供を世の中の人たちと同じ常識のもとに裁かなければそれは本当の親とは言えないじゃないかということをこの言ってるわけなんですね。ですからそういうふうに自分の子供には甘くてもいいというようなことは通らないんだと。法というものは平等でなくちゃいけないんだということをこの言ってるわけなんですね。ですから公私混同しないで法を守らなければこの世の中は保つことができないと。子供もその法というものを犯すならば泣いて親はこの子供を殺さなきゃいけないというふうにこの考えてるんだ。だから500人のバラモンは専用国王からしたら我が子と同じ思いで殺したんだと。ただ憎くて殺したんじゃなくて本当にこの人たちっていうものをこのそのままにしておけばどん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 この人たちは罪を重ねることになるだろうというそういう気持ちでその殺したんだと。専用国王は仏教を守るために仏教を誹謗したバラモンをその殺した。正しい仏法が否定されれば成仏への道がなくなるからだと。たとえ殺人を行ってもそれは正しい法を守るための心から犯したことであるというふうにこのお釈迦さんはこの涅槃経の中においてこのその質問に3つの質問に対してこの返答をしているわけなんですね。日蓮大聖人が真言宗禅宗念仏宗の鎌倉にある7つの大寺を焼き払えと、極楽寺の領官の首を切って由比ヶ浜に晒せというふうに幕府に向かって言ったのはただ殺せという野蛮なことを言っているのではなくして一切主上の成仏と方々の輩の存在とどちらが大事かを権力者はよく考えなければいけないことを真に迫って大聖人様は訴えているわけであります。確かに大聖人様は立正安国論を幕府に提出した時点においては国の為政者政治を司る人間が正しく法華経の信仰というものに目覚めれば国の権力者の力によってこの南無妙法蓮華経の法というものを伝え、そして真言禅宗念仏宗の間違いというものをとどめることができるんだというふうに大聖人様は最初は考えてました。だけれども3回この国家に対して勧行することによって国家は全く動かない、全くそのことを考えていないということになった時に大聖人様は国家権力によってこの国を南無妙法蓮華経の国に変えるということを完全に諦めて一人一人の人間というものが南無妙法蓮華経の信仰者になっていかなければこの国は変わらないというふうに考え方を切り替えたわけなんです。ですから立正安国論の時点においては涅槃経に近い考え方というものを大聖人様は持っていたということになります。だけども殺せばいいという考え方は大聖人様にはなかったんです。殺すっていうことそのことを大聖人様は何も肯定はしてないんです。人を殺している武士であるならば一番に殺さなきゃいけないのは何なのかということをまず武士が心で考えなきゃいけないんじゃないかということを大聖人様は訴えてこのいるわけなんですね。その上で日蓮大聖人様は殺すということには
この御所の中に、やはり涅槃行の中に下中上の3種類があるんだと。下とは虫、アリとか鹿とかイノシシとかの畜生を殺すこと。次元生というのは仏教の物語の中に菩薩が衆生を救うために猿やウサギの畜生に姿を変えて出てくる内容のものが説かれていますけれども、この人間が、人間や菩薩が畜生に姿を変えてきたその畜生を殺すということは、これはダメですよということをここに断ってるわけなんですね。この畜生は例外ですよと。どんな命でも仏性という仏の命を持っているわけですから、たとえ生活のためであっても殺すということはその報いを受けなければいけない。しかし殺すという罪の中でもそれは一番低い下の罪でありますと。生きるためにそういうものを殺してその命をいただくっていうのは、この殺すという行為の中でも一番下の、一番低いこの罪だと。また真ん中の中というのは凡夫から仏まで全て人を殺すということで、この報いは地獄ガキ畜生の三楽道に落ちる報いを必ず受けなければいけない。それが中だ。上は、一番重い上は、父母や声聞遠覚菩薩という正しい法を伝えてくれる、説いてくれる、そういう人たちを殺すことで、これは一番深い無限地獄に落ちる、その罪というものを、報いというものを受けなければならないんだと。このように下中上の殺しの内容の違いと報いの違いというものがあり、方々の一千代の人間を殺すということは下中上の三種類から外れたもんだと、入らないと言うんですね。これを殺しても罪にならないということ、このように涅槃行の中には示されている。つまり方々の罪は殺人の罪より重いのであるということを仏は説いているわけであります。間違った教えは人間の心というものを殺しているんだと。だからその人間の心というものを殺している罪というものに対しては、ただの人を殺したというようなそういう罪の報いというものは当てはまらないんだということを大聖人様はこの涅槃行を示して説かれているわけなんです。しかし最初に申し上げたように、法華経は殺人は認めません。キリスト教やユダヤ教やイスラム教は殺人を認めていますけれども、この法華経の教えは殺人は絶対にいけないことであります。台場だったでさえ法華経の縁に触れたことによって未来仏になることができると、釈尊は台場だったのいる地獄まで訪ねて行ってそのことを伝えに行ってきます。そして過去世には、台場だったは足仙人として自分の師匠であったということも説いています。つまり絶対の悪人、絶対の善人、永遠常住の悪人善人というものは世の中にいないんだということを説かれて、全ての命は地獄から仏界に至るまでの命が混じり合ってつながり合って、私たちの命というものは存在しているんであって、それが人間であるということを法華経は説いているわけであります。話は変わりますけれども、野球のスター選手だった清原という人が覚醒剤かなんかで捕まって、連日ニュースやワイドショーで叩かれていました。また最近は随分ひき逃げ事件が多くなって、そのひき逃げ事件のニュースを毎日のようにこのニュースで聞かされています。見ている我々はとんでもないやつだと、どうしようもないやつだと、どこでああやってこの薬に頼るようになったんだ、なぜその現場から逃げたんだと、弱いやつだというふうに袋叩きにしますけれども、じゃあ自分の身に当てて自分は絶対大丈夫だという人がいるでしょうか。私たちは覚醒剤や事故を起こした時に
その場から逃げ出したくなるような気持ちを針の先ほども持たない人間がこの世の中に一人としているでしょうか。いけないことです、いけないことですけど、いけないことで全くいいことではなく、かばってかわいそうだというつもりはありませんけれども、覚醒剤でなくても酒やタバコやギャンブルをやめられない人が世の中に何百万といます。みんな弱い地獄ガキ畜生修羅の命をみんな持ってるんです。だからこそこの命を持ったまんま仏になることのできる道を説いているこの南無法蓮華経の日蓮大聖人様の法というものが大切なんだと、私たちの命に沿って説かれている教えというものがこの南無法蓮華経の日蓮大聖人様の教えなのであります。この南無法蓮華経の法は私たちのずるくて弱い心でも全部含めて命とは何かということを説いている、信じて絶対間違いのない法なのであります。自分の命が何かを説いている、何を説いているこの法なのかわからないでこの信仰というものをしている人たちがいっぱいいるわけですけれども、この南無法蓮華経の法は私たちの命そのものを説いている法なんです。私たちの命そのものを説いているものが信じなければ、この自分の命というものを知らないで私たちは一生を終えて亡くなっていってしまうということになるわけであります。自分の命から逃げてどうするのかということであります。自分の命から真正面で向き合ってそして生きていくということをこの南無法蓮華経の法というものは私たちに教えてくれている。このことを深く心の中に置いて信仰というものを正しく貫いていっていただきたいということをお願いして本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。